踊りを踊るんですが、これが岡山に伝わる浦という桃太郎の祭りの踊りとなります。この総踊りは日本で一番の参加人数を誇る踊りとなっていますので、皆様ぜひ岡山の暑さを勢いを、そしてこの踊りを覚えて帰ってください。さあ踊り子、テンション上がってるか。さあそれでは参ります。構え、晴天、曇天、不合憲、今まさに年に一度の晴れ舞台、十人十色の岡山浦座よ、踊れることに感謝を込めて、浦座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 、君の歌だよ、ま、君の歌だよ、今は昔の君
踊り子の皆さん、そのまま。